門出の日を迎えたのは工学部を卒業する689人と大学院理工学研究科を修了する327人の合わせて1016人です。式では機能高分子工学科の長谷川修平さん、物質化学工学科の相田桃奈さんなど各学科や専攻の代表者に学士、修士、博士の学域がそれぞれ手渡されました。結城昭雄学長は、社会では信頼され尊敬される人徳を磨いていくことが大切、伝統文化が根ざす米沢の地で学んだ教養を基盤に日本のものづくりを担う優れた技術者、研究者として成長していくことを期待していますと告示を述べました。卒業生を代表して情報科学科の井上隼人さんは、大学生活では姿勢と情熱を持って勉学に励み将来のビジョンを描くことができた、困難を一緒に乗り越えてきた仲間との友情を胸に新たな人生の一歩を踏み出していきたいと答辞を述べました。今日は時折雪が舞うあいにくの天気でしたが、会場の外にはサークルの後輩たちが大勢詰めかけ、胴上げをしたり花束を送ったりして卒業生の門出を祝福していました。今後は大学院に進学します。はい、大学院で学んで研究者として社会に貢献できるように頑張りたいと思います。地元が福井県なので福井県に戻って、就職します。社会に役立てるように頑張りたいです。社会人になるということなので自分の言動に責任を持ってちゃんと社会に貢献できるような大人になれたらいいなというふうに思います。